どうもニューヨークです。お願いします。はい、ということで時事漫才の時間がやってまいりました。本日のテーマは何でしょうか。はい、今日は元ビッグダディの奥さん美奈子さんが YouTube 解説。なるほど、はい、はいはいはい。美奈子さんね、しましたね、はいはいはい、ライバルですね。 YouTube ですね、今ね。とうとう美奈子さん、俺まだ拝見してないな。なるほど、はい。まあノンフィクション僕ら大ファンですから。そうですね、まあまあまあ、わかりました。情報はいろいろ知ってますので。わかりました。はい、ではお願いします。お願いします。どうもニューヨークです。お願いします。いや、なんとですね、うん、この度あの元ビッグダディの奥さんの美奈子さんが、うん、YouTube チャンネル開設ということでね、とうとうね、楽しみでしたね。楽しみですね。僕らノンフィクション見てましたから、はいはいはい、美奈子さんね、家族、今の旦那さんもね、すごい面白い方なんですよね。美奈子さんだけ注目されがちですけど、旦那さんのお父さんも面白い、ね、そうそう、大柄でね、結構はい、ダンキー、ゴギー、まずシャドウからや。いや、亀田シロちゃうねん。YouTube やってるけどさ、いや、元プロレスラーから亀田シロさんではないね。あ、それは別に。そう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 、頼りになる今の旦那さん、素敵な方ですからね。どんな企画がね、うん、これから行われていくんでしょうか。確かにこれ楽しみですよ。こんなんあるんじゃないですか。どんなんですか。一日で何回キスできるとかね。え、ペアルックで一緒にタピオカ飲んでみたとか。なんでカップルチャンネルやねん。生かせよ、家族を。なんであの二人のイチャイチャ見せられたの。それはお前、子供も見たいか。そうか、家族もちゃんと見たいよ。だってこんなんのどんなんですか。家族全員1ヶ月もやしだけで生活してみた。かわいそすぎるやろ、お前。よくあるじゃん。成人男性一人でやることやから、そ子供巻き込んでやったらすごいかわいそう。見てらんないから。ダメよ、そんな。あ、じゃあこれドッキリとかもあるやん。ドッキリとか確かにそうだ。子供の前でマジ喧嘩ドッキリ、これどう。ドッキリにならねえやろ、それお前。死ぬほどしょっちゅうしとんやから。子供ドキドキせんから喧嘩されても、まあ、あれぐらいの喧嘩しても意味ないから、そんなんや。これどう、どんなん。あの美奈子さんが一日だけ小向井美奈子で入れ替わってるって、うん、めちゃくちゃおもろそうやん、今日。めちゃくちゃおもろそうやん、それ。会見も似てるし、気づかない。もう今の小向井はそれぐらいあるけど。やめよ、そんなん。お前出てくれへんから、これ。俺一番思うのがね、あのカジサックさんのところね、ファミリーとコラボしてほしいですね。それはほんまにありそうやな、もうええわ。どうも、ありがとうございました。よく知ってるから。あの家庭よく知ってるからね。いつも違うよね。ありがとうございます。ちょっとね、しっとりとだけに向けすぎんようにまでちょっと考えましたよ、今回。でもやっぱね、知ってノンフィクション見てるとなんか、うん、スラスラなんかこう言葉が出てきました。そうですね、はい、ぜひちょっとコラボ、あの美奈子さんよかったら。確かにニューヨークチャンネルコラボしたい。コラボさせてください。話聞きた。やっぱ伯爵さん来てくれてますから。確かにノンフィクション。そうね。でもノンフィクションだってディレクターさんとかもほら、そうそう、一応やりとりあるから。確かに、なんかボケで入れときゃよかったな。なんか素敵な家族みたいなワード。いや、本当にコラボ聞きたいね。ぜひ美奈子さん、美奈子さん、はい、我々のニューヨークチャンネルとも、はい、ぜひもしよかったらコラボお願いします。お願いします。埼玉までロケ行きます。はい、ロケ行きます。